はい、皆さんこんにちは。音楽聴くの大好き、ちゃんゆきことゆっきーです。今日はね、じゃん、 NGT48 4枚目シングル世界の人へ、こちらを買いました。はい、こちらはですね、10月3日に発売した NGT48 4枚目シングル世界の人への僕が買ったのがタイプ A とタイプ C、 こちらの2枚を買いました。はい、もうね、4枚目ということなんですけども、前回リリースされたのが3枚目シングルが今年の4月くらいだったかな、リリースが。はい、2018年の4月くらいにリリースされてるんですけども、はい、その半年も経ったのかな、で4枚目という形になるんですけども、先に今回の、そうだな、タイプ言っとこうかね。うん、じゃあ今回のタイプなんだけれども、タイプが A、B、C と、あと CD 版、CD のみのものですね。この4種類になります。はい。で、今回この4種類なんだけど、今回もね、ジャケットが全部違うので、ちょっとずれるね。もう先にずれておきます。ここのね、僕の手元にある、タイプ A と、こちらのタイプ C ですね。の含んだジャケットはね、いつものようにこの辺に、ポチッと貼っときます。はい。そうだな、どっから話そうかな。うん、今回ね、前回のね、3枚目までは、キタリエさんがいたんですけども、今回ね、もう卒業して、あれがね、3枚目がラストだったので、今回は卒業していなくなっちゃった後の初のシングルっていう形になるのかな、4枚目がね。はい。で、今回の、センターは、荻ゆかこと荻野ゆかさんがセンターということで、4枚目シングルの、世界の人へっていう形でですね、発売されました。ちなみに今日撮影日、10月3日でございます。発売日当日です。イエーイ。はい、予約をしていて、フラゲで、1日前の日、昨日届きました。昨日ちょっとね、届いたのが、若干ちょっと遅、まあ早くはなかったんだけど、ちょっと、ね、撮れなかったので、発売日当日に撮ってます。まあだからこの動画、どうせ次の日ぐらいかな。うん、ちょっとね、発売日当日の今日3日の日にちょっと上げられないかなっていう可能性が高いので、まあ早ければ明日かなと。本当はね、今日上げたいけどね。まあ、そんなことは置いといて、早速ね、どんどん時間経っちゃうので、めちゃめちゃ簡単なんだけど、いつものように収録の内容ね、この辺にまた分かりやすいように貼っとくんで、僕はバッと言ってっちゃうんで、早速収録の内容行ってみたいと思います。それではレッツラゴー。はい、じゃあね、タイプ A の方からいきます。タイプ A がこんな感じです。はい、タイプ A なんですけども、今回のね、タイプ A こんな感じになってまして、まあ、メイン曲のね、世界の人へ。で、1、2曲目はね、今回は、すべて、CD 版のみの方までだったかな、が、すべて共通の曲になってます。1、2曲目は。はい。で、3曲目からはですね、タイプごとに、よって曲目が変わるということで、ちなみに、タイプ A の場合ですと、心の太陽でいいのかなっていうカップリングがタイプ A には収録されております。で、 DVD の方なんだけど、 DVD がね、今回の、メイン曲のミュージックビデオと、あと3曲目のカップリング曲のミュージックビデオがタイプ A の方には入っております。で、あとは特典映像っていうのかな、に世界の人へミュージックメイキング、ミュージックビデオのメイキング映像なのかな、うん、MV メイキング in ロシアっていうことで、まあこれ確かミュージックビデオの撮影がなんかロシアの方、まあ新潟の一番近いところの近くに行けるなんかロシアのどっかとかなんとかっていうね、あれらしいんですけども、まあそこのメイキングで、あと NGT48 研究生、ショットムービー
ていうことで、なんか入ってる、まあこの辺にバッと書かれてると思うんで分かるかと思うんですけども、まあこんな感じで入ってます。はい、で今回ねタイプ B 飛んでタイプ C を買っちゃってるので、次タイプ B がこんな感じです。はい、タイプ B 1,2 曲目の曲は同じで、3曲目がカーテンの柄っていいのかな。はい、でこの3曲目のカーテンの柄に関しては、まあこのタイプ B のカップリング曲ですよね。はい、でDVD なんですけども、まあメイン曲のミュージックビデオと、あとこれはタイプのこの B に収録されているカーテンの柄のミュージックビデオが、DVD の方に入ってます。あとは、世界の人へ MV メイキング in ロシアの、NGT48 研究生ショットムービーのまた何々編っていう、短い夏のさようならとかなんか、まあ、入ってるんですけど、まあ、この辺にね入ってると思うんですけど、はい、それのメイキングの、ショットムービーだったりとかっていうのが入ってます。はい、続きましてタイプ C なんですけども、タイプ C こんな感じです。はい、これですね。はい、タイプ C なんだけどメイン曲と2曲目までは、共通になってます。はい、で3曲目からが、このタイプ C に入っているのが3曲目のカップリングなんですけども、泣きべそ書くまでっていう、カップリングですね。はい、こちらが、収録されています、タイプ C の方に。はい、で DVD の方もうどんどんいくね、 DVD の方なんだけども、メイン曲の世界の人へのミュージックビデオと泣きべそ書くまでのミュージックビデオが、収録されております。それで DVD の方なんですけども待ってないね、NGT48 研究生ショットムービー、短い夏のさようならの何々編っていうね、ちょっと読まないですけども、まあそんな感じ。あとは MV のメイキングインロシアって書いてありますね。あとはなんか卒業記念ラストインタビューっていう形で入ってます。はい、こんな感じね、ここにまた、はい、つけてあるんでね、パッと消えちゃってたら停止ボタン押して見てください大丈夫だと思うけどね。はい、はい、続きまして、世界の人への CD 版のみの、まあ、DVD が入ってきてない CD 版のみの収録内容がこちらです。はい、1,2 曲目が、まあ、こちら共通なので、変わらないんですけども、3曲目のカップリング曲だけ CD 版のみの、カップリング曲になっております。こんな感じです。はい、まあね、こんな感じでざっとめちゃめちゃなんかいつも以上にね簡単に言ってるような感じもするんだけど、まあいつものようにここに載っけといてあるので、そっちの方が分かりやすいかなと思います。僕、まあ、パーって言ってきちゃってるだけなんでね。はい、ではね早速なんだけど、まあね上げていきましょう。どん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 時間の方も経っていっちゃうのでね、はい、こんな感じでねあるんですけども、これさなんか同じさ初回使用版なのにさ、なんでシールの大きさ違うの。ほら下に貼ってあってこっちの方が細長いの、ほら見えづらいかな、ね、なんでね、同じサイズだ、同じこっちだったらこっち、こっちならこっちだ、わかるけどさ、タイプによってシールの大きさ違うの。まあまあそれはいいんだけどさ、開けます早速。はい、いきますね、オープン、トゥットゥドゥー。はい、取ります。はい、帯ですね。はい、で、あ、そう、これがね、表はね、まあジャケットで最初出してたのであれなんですけど、裏面がね、こんな感じ、ちょっと反射しちゃってみ、この方が見やすいかな、こんな感じで、裏面になってます。はい、じゃあね、早速開けるね。はい、じゃあまずタイプ A だよね、間違ってないよね、うん、合ってる、タイプ A からいきます。オープン、トゥットゥドゥー、パカ、おー、あ、レーベルが茶色っぽい、あ、茶色だね、この帯と同じ色になってるのかな、ね、こんな感じです。うん、シンプルだね、一応。うん、こんな感じですね。はい、落ちちゃうと困るので先に抜いときました。
こんな感じで、DVD の方がこんな感じです。はい。こちらね、なんかね、ほとんどホワイトのレーベルに茶色い文字で書いてありますね。NGT48。うん。こんな感じです。はい。こちらがですね、タイプ A の歌詞カードになります。これね、開くと、よいしょっと。あ、真ん中しか開けなかった。うん。こんな感じになってたりとか、ちょっと戻ると、こんな感じになってます。まあ、簡単にペラって見せただけなんですけども、これがタイプ A の歌詞カードに、歌詞カードの中に、じゃあ、こちらがね、入ってました歌詞カードの中に。NGT48 4枚目シングル、世界の人へ発売記念ということで、全国握手参加券、まあ全握ですね。と、あとなんかスペシャルプレゼント応募券みたいのが入ってました。わかんないけど、一応 QR コード隠しておきました。こんな感じでこれが1枚入ってました。はい、それでね、タイプ C に行く前にちょっと忘れてました。こちら入ってました。タイプ A の中に。写真が1枚入ってましたね。はい。じゃあね、続いて、早速、もうそのままタイプ C に行きます。はい。入ってるの忘れてて、出すの忘れてたね。まあ、そのままタイプ C に来そうになりました。タイプ C がこんな感じ。まあ、このタグの色からしたらレーベルは色が違うのかな、どうなのかなってとこだけどね。まあ、中は、入ってる中は一緒なので、パパパーと、行っちゃいます。行きます。オープン、トゥットゥトゥ、あれトゥット、あれチャラリー、あれ開きます。トゥーっと何もトゥーで終わっちゃったよ。開かないから。はい、帯です。あ、そっか、これジャケットは見せてるけど、裏はね、こんな感じになってます。反射して見えづらいかもしれないけど、こんな感じですね、裏面。これがタイプ C です、裏の。はい、じゃあ開けます。いくよ。違うのかな。オープン、トゥットゥルー、パカ。あ、違う。どうやら、やっぱりこのタグの色とここのレベルがなんか同じような感じになってるんだね。こんな感じになってます。はい。はい、またね、落ちないように抜いといたんですけども、こちらが DVD です。DVD、ホワイトレベルにさっき言った帯の色と同じように周りがその色になってますね。はい。こんな感じです。あ、今回帯の色と多分レベルの色が同じになってるのかな。統一というか、ね。はい。はい、こちらがですね、タイプ C の歌詞カードになります。これをね、パカって開くとこんな感じになってきて、まあ、こんな感じだね。うん、これが歌詞カードタイプ C バージョン。はい。で、その中に入ってたのが、さっきもね、見せたけど、こちら、また隠しちゃうけど、NGT48 4枚目シングル、世界の人へ発売記念、全握とスペシャルプレゼント応募券みたいなのがまた1枚入ってました。はい、でですね、タイプ C の中に入ってた写真がこんな感じです。はい、こんな感じで見たんですけども、出たんですけど、見たじゃない、出たんですけども、ちょっと戻すね。なんかね、今回ね、全43種タイプ A のうちの1種をランダムで、タイプ C の場合ですと、タイプ C の場合もなんか、43種タイプ C のうちの1種ってことだから、タイプによって入ってるの違うの。まあ、しかもこれ引いてるじゃないですか。あとね、一番最初 A で出たのはよりなんですよ。引きとよりと中みたいのがあるの。わかんない。結構じゃあ枚数あるよね。まあ、こんな感じでね、2枚ですね。タイプ A とタイプ C。はい。はい、ということでですね、今日はですね、こちら、じゃん。10月の3日に発売されました、NGT48、4枚目シングル、世界の人へ、こちらをね、買ってみました。はい。そうですね、僕、1回、全部2回まで行かなかったかなぐらいなんですけども、まあ聞いた程度なんですけども、まあね、今回ゆっくりね、カップリングとかはほとんど聞いてない状態だと思ったので、どっかね、そのラジオだとかなんかどっかの音楽番組だったとかっていうので、まあ見れてなかったり、もし出てて歌ったとしてもそれ見られてなかったりしてるので、まあ今回ね、珍しくこんなに聞けてないっていうところがあるので、まあ、全部一通り時間を作ってゆっくりね、聞きたいなと思います。まあね、DVD の方も、
そのちょっと何々編とかってあるので、それもちょっと時間を作ってゆっくり見たいなと思います。気になる方はですね、もう発売されてるので、もう、買われてる方はもう何人もいっぱいいると思います。発売日当日なのでね、今日撮影日がなんですけども、まだね買われてない方、気になってる方はですね、下の方にもリンク貼ってきますので、そちらの方から、ぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。回ってないね、最後の最後に。はい、まあね、みんなも気になった方はぜひ、はい、僕はゆっくり後で時間を作っていきたいと思います。一通り、はい、ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。